東京都北区の味の素フィールド西川岡です。 JR 東日本カップ2016第90回関東大学サッカーリーグ戦第13節です。上空は厚い雲に覆われていますが、第一試合に比べまして少し明るくなった感じがいたします。この時間も雨は降っていません。そしてこれからも雨は降らなそうな、そんな状態となっています。ここ西ヶ丘で2試合が行われることになっております。第2試合は明治大学対専修大学の一戦です。画面の左側、紫紺のユニフォーム明治大学、前節国士舘大学を相手に先制点こそ許しましたが、後半に4ゴールをマークしまして4対1と圧倒、勝ち点27に伸ばして首位をがっちりキープしています。夏の総理大臣杯、創部95年目にして初優勝を遂げまして、さらなるタイトル獲得に向けてこのリーグ戦、まずは後期になっても勝ちからスタートとなりました。対します緑のユニフォーム専修大学、こちらは勝ち点13、前節は筑波相手にスコアレスドローとなりまして勝ち点1を積み上げ、順位も1つ上げまして10位と降格圏から脱出しました。ただ11位との差はわずかに1で、今日の結果次第ではまた逆戻りしてしまう可能性もあります。少しでも順位を上げて残留争いではなく、その先のインカレ出場争いに加わりたいところです。前期では5月15日の第7節で対戦しまして、この時は2対2の引き分けに終わりました。ここまで攻守で強さを見せつけている明治に爆発力を秘めた専修大学、一つのきっかけでどちらにも傾く展開になりそうで、特に専大には相手よりも粘り強く試合運びをすることでチャンスも出てきそうです。かつては優勝争いをした両チーム、それぞれの動きに注目です。まもなく前半45分が始まります。まずは明治大学のキックオフで試合が始まりそうです。前半は左から右に攻ます明治大学、右から左に攻ます専修大学となります。今笛が吹かれまして前半45分が始まりました。前に蹴っていきましたがタッチを割ってスローインは専修大学です。ボールを入れて頭でつないでいこうというところです。ここは明治が拾って小出が前に送ります。スローインは明治になります。明治大学はこの試合もキャプテンの今日はキャプテンマークは小出がつけております。ゴールキックになりました。専修大学ゴールマウスを守りますスターのゴールキック、スローインは明治です。縦に送っていきますが、ここはゴールキーパーです。前にボールを送っていきますが、タッチを割ってスローインは専修大学です。ボールを入れまして前に運っていきますが、ここはゴールキーパー、キャプテンの服部に代わりまして今日も長澤が守っています。前に送ってここは小屋が前に置く、ここで同意が奪いますが、タッチを割ってスローインは明治です。ボールを入れて早坂、ベランダのパスから今日は桜井、右サイドの位置に入っていますが
ここはボールを奪って専修大学前に送ります。鳥海から前、このボールは長岡がカット前に運んでいきますが、ここは一旦後ろに戻して長澤庭に合わせていきます。そしてこのボールを岩田が拾う。岩田がドリブル、岩田シュート落ちますが相手に当たります。ゴールライン割ってコーナーキックになりました。前半1本目のコーナーキック、明治大学左サイドからのコーナーキックになります。今ボールを拾いに行きました5番の川寺です。ゆっくりとボールをセットします。川寺アウトスイングのコーナーキックです。専修大学守りはマンツーマンディフェンス。ファーサイド、どうやらゴールラインを割ったという判定です。ゴールキックになりました。それでは明治大学対専修大学、両チームのメンバーをご紹介いたします。まずは紫紺のユニフォーム明治大学のスターティングイレブンです。ゴールキーパー30番長澤、ディフェンダー12番岩竹、3番鳥海、4番小出、5番川津、ミッドフィルダー18番桜井、6番柴戸、2番早坂、9番土井、フォワード11番岩田、15番庭です。リザーブゴールキーパー21番八谷、ディフェンダー19番岸本、22番山崎、ミッドフィルダー16番牛野浜、17番小野、20番渡辺、24番富田です。明治大学率いますのは栗田大輔監督です。一方の緑のユニフォーム専修大学のスターティングイレブンです。ゴールキーパー21番津田、ディフェンダー25番丸野、18番大戸、26番鹿沼、20番小屋、ミッドフィルダー33番佐藤優太、14番岡本、32番長岡、フォワード11番佐藤純喜、24番長杉、19番木田です。リザーブゴールキーパー31番上村、ディフェンダー3番大西、ミッドフィルダー6番吉村、17番久市、フォワード5番小口、9番下田、ヘディングシュート2、ゴールキックになります。27番中山勝弘です。専修大学率いますのは源平隆久監督です。なおこの試合の審判は主審浅田武、副審安藤拓人、宮内優太、第4の審判員浅田亮、朝日亮、以上4試で行われています。フリーキックのチャンスを得ました明治大学、ヘディングシュートを打ちましたがゴールラインを割ってゴールキックになっています。前半の5分、まもなく6分になろうというところです。岩田にボールが回りましてシュートを打っていきます。ゴールキーパーの津田が抑えました。ロングシュート、中杉が受けまして岡本、ヘッドで返すのは鳥海です。ボールを土井から、ここは岩田には通らない。津田です。近くにいました鹿沼にボールが回っています。小屋から、これはタッチ終わってスローインになります。明治大学のスローイン、右サイドバックを守ります岩竹、佐藤優太に当たってもう一回スローインが明治、岩竹ボールを入れまして岩田一旦戻します。さあ岩竹から、さあここはボールをカットする形になった長岡、そして右に回しまして佐藤純喜です。チェックに行くのは川面、体を入れていく、倒されてファール、佐藤純喜のファールになりました。フリーキックは明治です。ここは5番の川面がボールを蹴ります。川面のキック、頭でつないで、さあここで足を出していきます。
タッチを割りました。今日は右サイドを務めています18番の桜井、前節道淵が退場となってしまいましてレッドカード、今日この試合は出場停止となっております。その代わりに今日は桜井が右サイドのポジションプレーをしています。ファールがありましてフリーキック明治、ここは鳥海です。頭でつないでいく土井が抜き直してシュートは打てないが、さあしかしそれでも粘っていく、倒れていますがそれでも粘る。しかしここでボールを奪った小屋、もう一回岩崎が奪っていきます。桜井、そして土井のクロス、相手に当たってゴールラインを割りました。コーナーキックです。明治大学2本目のコーナーキック、今度は右サイドからになります。ボールをセットします。川瀬良、ご覧のようにマンツーマンディフェンス。専修大学ファーサイド、ここは岩田が胸で受ける。フランダーの クロスですが専修大学がクリアしていきます。そしてボールに追いつきました岩竹、早坂前の来る、さあこのボール宮戸シュート、ゴール右です。縦からのパス追いつい拾ってすかさずシュートを放っていきました丹羽。本リーグ戦ここまで8ゴールをマークしています。大阪桐蔭高校出身の4年生。ゴールキック、タッチを割ってスローインは明治です。